平野車庫を飛び出して半回電車アビコミテ車庫にやってきたのせ電チャンネルご一行。愉快な半回電車の皆様と共に車齢90年以上誇る貴重な車両の車内を見学。今回も引き続きアビコミテ車庫を探検します。その前に前回ご紹介いただいたモー161型車両をおさらい。1928年に投入されたこちらの車両はクラウドファンディングにより補修や塗装を実施し、現在のような綺麗な姿となっています。この車両については、あの昭和40年当時の姿に復元してるんで、昔の塗料ってそんなに性能良くないんで、何ヶ月か経ったら長く吹いた感じの塗料になってくるんで、それを再現して。かつての姿の再現には並々ならぬこだわりがあったんですね。カメラさん、この平野で説明した軸箱、これちょっとカメラの説明。軸箱これ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 。電車持ってきますか。同じ型式の電車あるんで。で、はい、ピットに入れますか。お取り計らいありがとうございます。さて、車両の移動準備を行っている間、洗車機を見せていただきます。これ運転手が押したら。行く時に。これ押したら下が動く。いつも自動化が通ったら、あと来たら勝手に、センサーがね。これも、ここセンサーですね。これで車両ここ通過したら入ったらこれが動くんですよ。こいつがね、ものすごいよね。いや、あのうちもあるよ。あるよ。かなり入れられたりとかあるから、カラスとか、執念な設計とか。誰やこれ、金髪張り上がって。俺、半回一番びっくりしたんだ、これカメラなん、これ昔のあれやな、ビッグダメや、これ、うん、これちっちゃい時は、おいお前、子供の時こんなとこで赤ん坊をこないし入れなあかんねん。入れるか、そんなもん。これ、うち昔実家あったわ。もう昭和のあれやな。防火水槽、これ戦争乗り越えてるもん。大事に世界大戦な。これこの辺ってどうやってんやね、戦争の時。あの空襲受けてもう、被災して、でそれで、まあ、あの一部の車番編振り返すとか形式を振り返ったりしてるんですよ。長い歴史の中で大戦を乗り越えてきた半回電車。この大阪の街の移り変わりをずっと間近で見てきた貴重な存在です。車両の移動準備が整ったとのことなので、再び車庫内へ。これ、60年。え、これ60年。うちの1700より。1700と一緒ぐらい。一緒ぐらい。昭和37年。これ、ラッピングの収益は結構あるんですか。まあ、計算では宣伝効果。まあ、道路走るんで、普通の鉄道よりは、見てもらえる。はい、乗ってる人いるよ。街の見てる方もよく見られる。人気で全部埋まってます。半回電車はラッピング彫刻でバッチリといった感じでしょうか。この音、うちのとだいぶちゃいますね。ちっちゃいのな、容量ちっちゃいのけど音がええから、トン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 って、もう出てまいそうな、このこれ、ただ綺麗なボディ、いや。さて、移動していただいたこのモー161型164電車、早速機器を見に行ってみましょう。すごいよこれ、これリム言うやん、リムやな、リムで外のあれ、かわいこもりやん。そう、蒸気が両面の試験で出るやろ、リムで、これがリム。じゃあこの外カーだけ買えるんじゃん、外カーで買えるんじゃん。ほら、まだ今もやってるんですよ、外カーで。今もやってる。うわー。なんで、これは、どっか白ペン入れてませんピュって。ああ、そうだ、緩みないよ。緩みないよな。はい、この白のペインって本色みたいな。こんなん絶対緩めへんやろ。一応線入れだから払われちゃうから。これって何のギャプタって、これは前ブレーキの前戻すんねや。あ、レバーを緩めばね、緩めばね。そう、これここにシリンダー持ってないね。シリンダーを真ん中にドンと600本、6個だけか。あ、これがシリンダーや。
あ、群れチリなんですか。あ、はい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 。あれが出たら、テコで全部あれが引っ張って、抜けたら、ちょっと しばらく戻れへんが、あのバネで戻す。これ、うちやったら台車ごとについてんねんけど、車輪ごとにつけてんねんけど、これ1個や。これがブレーキシリンダー。そうですよ。やってもらった。これ、カメラのゴムレーサーやな、これ。これゴムレーサー。三菱のまま入ってるの。三菱鉛筆を作った三菱製。こちらが半回電車のコンプレッサー。のせ電1700系のコンプレッサーとかなり形が異なります。この点検も大変でしょ。点検大変ですけど、うちほとんどこれなんですよ。ですんで、あの600とか700の新しい電車もこいつするんで。これ住んでんの。それ機器流用してるとか、もともと1型用のもともと121型の改造を部品流用したんで。完全な新製じゃん。これのメンテはうちで。もともと低ブレーキやから。あ、そう、低ブレーキや。低ブレーキや。予備中のやつ。あ、いや、あ、全然回すやつやね。経験ないですけど。これはメインスイッチやつかもな。この俗に言うアース、設置スイッチか。はい、この箱な、いいやな、いいやな。610設置スイッチの歯型が緩んでて、で振動で音が出て、鎌原さん、この平野で説明した軸箱、これが鎌原さん、この車輪の軸がここに軸がここにあるね。軸がここ、これ軸だったら、もうですよ、100もないんかな、この軸だったら。85オーパイですよね、ここに軸がある。これさ、けど車輪の中心で、そう、なんかちょっとずれてるような中心や、中心や。ほんで、ここに上にメタルが乗ってるわけや。ベアリングがないから。メタルが。ここで、で、下に油。梅つぼちゃうわ。つぼちゃうわ。油つぼ。油つぼ。つぼって一体何のこと？昔の電車では、台車に取り付けられた軸受けが加熱し、表面に貼られたメタルが溶け出す、メタル焼けという現象が起こりやすかったため、油を染み込ませた毛糸を置くことで防いでいました。それを置く受け皿を神原係長は油壺と呼んでいます。定年までの対策のちゃんと2人で今ケイトでこうやって巻いてここに入れる、その入れるで、そこであれやね、あのおっちゃん人生のいろんな話してくれるエレンの言わないでしょ。そこで人生学ぶんだ。それで今の神原さん素晴らしい神原さん。その時からはベアリングだ。ほんでここの油がなかったらメタル焼けを起こしてキーンと落とす。ほなあれはメタル漏れる。何それメタル。だからメタルやから、メタルとまあ鉛やけど、それが4年ぐらい走ってたらちびるからやな。あのまた取ってそこまたあの引っ付けんの。へー、技術やな。技術やな。でもその今の僕ら言ってた話は、関西さんもしてはるけど、青手さんもして、若い子に言うんですけど、そうないからね。せえへんわ、その仕事は。だから、昔こうやったから、こうやって、こう大変やってて、こう言いたいねんけど、言うて押さないからね。あ、よく。偉いさんみたいな。だから、関西さんも、そう、若いから、どういうわ、見るわ、これは、とか、すごい言うんですよ。ああ、せやな。リーズの現象はどのようなスカゴというのが何やねん。結構大変だね。これかっこいいことはいいよけど、これはほんまにいい。あまりだよ。俺らやる。お前、あのカットしてくれるから。これカットして。ほんまよ。大事なことなのでカットはせずに。車両は新しくなっても整備の基礎は忘れてはなりません。すごい嬉しかったです。めちゃくちゃ感動しました。そんな絶対。のせ電車と半回電車、離れていても車両を愛する気持ちは同じ。鉄道マンとしての志を再確認した車庫見学でした。最後に皆さんで記念撮影をしましょう。はい、チーズ。半回電車の皆さん、どうもありがとうございました。半回電車の車両機器を見せてもらう中で気になるものがありました。ちょっとだけ巻き戻します。もう少し。このマーク、実は乗せ電にも大いに関係が。ということで次回予告。
のせ電チャンネルご一行、一平に乗って高橋市長、お次は西へ。見覚えのあるこのマーク、見覚えのあるこの車体、ここは一体どこ。お久しぶりの出演、運転家のあの人の登場、お楽しみに。一人いましたね。一人おったな。それ